国防軍歩兵師団編成解説ハッチマールよ。今回は私もいるぜ。この動画はドイツ軍に興味を持ち始めた初兵らが師団編成について理解できるよう作られたよ。最初軍と軍団の代称もわからんかったような奴が解説するのか。うるせえ。とりあえずこの動画では歩兵師団の編成を戦争初期、中期、後期の3つに分けて見ていく。ということで早速39年の師団編成を見ていこう。最初に犠牲になるのはこちら、45年のハンガリーでドナウ川をモーターボートで反復横飛びする第96歩兵師団。言葉選びに犠牲者への敬意が微塵も感じられない。上から順に見ていくと歩兵連隊が3つ、砲兵連隊が1つ、工兵、対戦車大隊がそれぞれ1つ、そして情報大隊と補充大隊がある。連隊って何？大隊が3つ集まったものだよ。大隊って何？中隊が3つか4つ集まったものだよ。中隊って何？小隊が3つ集まったものだよ。しばくぞ。真面目な話をすると師団以下の編成単位は順に連隊、大隊、中隊、小隊、グループ編となり、基本それぞれ3つ集まると1つ上の編成単位に変化する。分隊は、いい質問だね。黄色個体で。しばしばグループ編は日本語訳で分隊と混同されるが、これらは明らかに別であり、分隊が最小単位である。しかし分隊が3つ集まってもグループ編とはならない。分隊は主に少人数から編成される支援部隊が該当し、わかりやすいのが大戦中期まで存在した対戦車重分隊、他には野戦炊事分隊や指揮分隊などがあった。39年時点では各小隊にグループ編が4つ含まれており、何通りかの編成が存在し支援分隊の内容が異なっている。大隊規模では通常の歩兵中隊の他に10部門中隊が組み込まれており、この中隊は歩兵砲や迫撃砲を装備している。面倒だから黒板見てくれ。はよえ。ちなみにコロネという名前の中隊に相当する組織もある。これもうわかんねえなぁ。おめえがわかんねえなら誰がわかんだよ。では次に砲兵連隊だが、これには3個大隊、各大隊に3個中隊が含まれる。砲兵では大隊、中隊に相当する5はバタリオンとコンパニーではなくアブタイルングとバッテリーである。火力は正義、ところで各中隊に砲は何門あるんだ。知らねえ、ある分だけある。やる気あんのかお前。知らねえよ、4門だったり6門だったりと安定しねえよ。ちなみに15組砲以上のものは師団に配属されず、軍団砲兵として軍団直属になる。はい、次工兵大隊、陣地作ったり架橋したり爆薬ぶん投げたりしてる一番忙しい奴ら。対戦車大隊と補充大隊はそのまま、情報大隊は無線でピコピコしてる奴ら。うわ、急に雑になった。各大隊には基本的にそれに対応する補充大隊が存在しており、徴兵後まず補充大隊で訓練を受けてから前線に送られる。なので兄貴や姉貴たちは安心して徴兵されていってね。ところでさ、ここまで一切自動車の話がなかったけど何両配備されてんの？ないです。全部装甲師団に持ってかれたんだからあるわけねえだろ。厳密には数両あるほか、師団指揮官に野戦病院がある場合救急車が配備されているが、まあ死者誤入したらゼロだよんなもん。補給どうすんだよ。チャリと大馬さん、もう終わりだ。いやほらドイツには優秀な馬娘がいるしね。二足歩行だとダサい量減りそう。ちなみに装甲敵弾兵師団と自動車か師団じゃない限り終戦までチャリと馬が主力、あとたまに伝令用のバイク。伝令兵がいいな。はい、次戦争中期の師団編成を見てみよう。犠牲者は43年の第334歩兵師団。なんか恣意的なものを感じるなおい。数百個の師団から選んでるんだから恣意的に決まってんだろ。師団編成はこちら。大敵弾兵連隊ってなんだか強そうだな。名前だけやぞ。なんなら小隊に含まれるグループ編の数が1個減ってるから歩兵連隊から劣化してる。浮遊尻や大隊ってなんだ。編成は普通の歩兵大隊と変わらないので名前だけ、ただ攻撃時には装備を優先して当てがわれ先鋒を務めることがある。この大隊も元は偵察大隊であった。和英野戦補充大隊と補給大隊は何が違うんだ。ざっくり言うと前者が人員で後者が物資、前述したように各大隊には対応した補充大隊が後方にあったが、本国からの補充兵は基本的に野戦補充大隊にぶち込まれ前線近くで最終訓練を行う。同時に大隊は師団予備としても機能した。ただ野戦補充大隊が本国にある場合もあり、その場合は訓練後本国から前線まで行軍する。またこの頃になると15組砲の生産が追いついてきたので、これを装備する中隊が歩兵師団にも出現するようになった。ただ相も変わらず自動車なんかねえので大馬さんがとことこ引いて回る。こいつ 5.5 となるんだが。
あったらあったで牽引大変だし、なかったらなかったらで火力が足りないというジレンマ。もっともこうした装備は優先して装甲師団に配備され、歩兵師団には露覚した野砲が配備されていればまだマシな方で基本的に定数揃うことはない。歩兵火力がないのにどうやって戦うんだ。いやほら軍団直属の歩兵がいるから。まそれはさておき、最後に末期の編成を見てみよう。45年の歩兵師団クールラント。配下の部隊はわずか2個連隊のみ、砲兵も補助部隊も一切ない。え、なにこれは。師団の前身は野戦訓練師団で少々特殊なので、これほど極端な師団はほぼない。で、派前菜はさておき。45年3月に編成された歩兵師団シャルンホルストの編成は次のようになる。シャルンホルストがゲシュタルト崩壊してきた。編成こそ一丁前だが、中身は第340歩兵師団と第167歩兵師団の生き残りと士官候補生と帝国労働局の人員。この時期になると装甲師団ですら突撃砲と駆逐戦車を戦車と言い張って持っていくくらいだから、歩兵師団の装備など語るまでもない。ただ戦車傭兵大隊にはどっかから拾ってきたヘッサーがあったり、第412国民砲兵軍団の装備は不明だが、第408国民砲兵軍団の装備は最新の10センチ砲から露覚した 122mm152mm 砲、そして一次大戦の骨董品があったりと、最低限のものはあった模様。これでソ連軍の相手をするのか。この師団は4月12日からは連合国軍、23日からはソ連を相手し、後者では第12軍の一部として第9軍の救援に参加、ソ連軍を奇襲し療養所にいたドイツ兵捕虜3000人の解放に成功した。え、なんだそれ。という感じで以上が歩兵師団の編成だが、戦争を通してそれほど変化していない。ただ戦争が続くにつれその練度と充足率が下がり、最後にはもはやただの戦闘団と変わらないものとなっていた。精鋭の装甲師団と違い、前線を維持するのが役目の歩兵師団は注目されることもなく、局地的な勝利を挙げた師団以外数百もの師団はその存在すらほとんど知られていない。この動画を通して彼らがどのような部隊で戦ったかを知っていただけると嬉しく思う。散々ネタにして最後だけ綺麗に締めるのは無理があるぞ。そのうち真面目バージョン作ります。これ上がらねえやつだな。ではさようなら。さようなら。